た。こんにちは、さゆたかさん。チャンネル登録か。あ、そうですね。まずは言いましょう。はい、大谷選手が 50-50 近いという中で、はい、豊さん50万人もこちらも近いと。近いと。これ一緒に決められたらいいですね、大谷選手と。あ、本当やな。 50-50 ですから。そうだよ。史上初。縁があるかもかい。史上初だよ。世界初。そう、世界初。ぜひ、そのね、一人になっていただいて。今後絶対生まれないみたいな、そんな感じだよ。そうですよね。なので皆さん、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、さあ、今日はちょっと痛い話なんですけれども、はい、まあ、今ね、クライマックスシリーズが県内に入っている4位の DeNA。その中で、キャッチャーの山本雄大選手が、まあ、骨折で、今シーズンは、もう無理となってしまいました。これ15日のカープ戦で、骨折、まあ、デッドボールで骨折ということになってしまったんですけれども、打ちに行っちゃったからな。そうなんですよね。避けれなかったな。はい。で、その山本選手は今現在打率が2、はい、2割9分1厘というところで、はい、まあ、そういったタイトルももちろん狙える位置にはあった、はい、ですし、もちろん DeNA がクライマックスシリーズ進出とか、あと、まあ、優勝もゼロではないので、そこをかけて非常に大事なピースだっただけに、まあ、これは、まあ、三浦監督も非常に痛いというふうに話されていましたけど。痛いよ。ただ、その伊藤光とかね、戸柱とか、はい、まだまだしっかりしてるキャッチャーが残っててくれるっていうのが、はい、まあ、救いだったし、うん、まあ、雄大が変わった時に次の先発誰だろうと思ったら東だったんだよ。はい、あ、これ雄大のおかげがなくなるぞみたいな、うんうん、ね、でちょっと心配してたんだけども、まあ、伊藤光はね、はい、まあ、しっかり打つ方も頑張って、ね、うん、でなんかヒーローインタビューもなんか雄大のことを、ね、うん、考えながら、まあ、一生懸命やりましたと、自分にプレッシャーをかけながらみたいなね、はい、言ってたけど、まあ、そのぐらい山本雄大って DeNA にとって大きな存在になってたんだよね。そうです、まあ、今年1年かけて、うん、でまあ、昨年もすごいいい活躍もしてたけども、今年なんか特にな、はい、もう正捕手と言われる、うん、まあ、その地位を作り上げてた時だっただけに、はい、まあちょっと痛いよな。そうですよね。守る方要もそうですし、打つ方でも、まあ、まあ、でも一時期は雄大がその状態が悪くて、はい、打てない時にチームも落ちて、はい、で打ち出したら勝つという、うん、だから非常に勝敗を左右するような、はい、選手になってたんだよね、打つ方もね、はい、でものすごく成長を感じたのは、なんか末金に中川を持ってきた時に、はい、ポンポンとインサイドで空振り空振りで追い込んだんだよ、うん、次も多分ねインサイド出したと思うんだけど、サインをそれを中川にこう外せって言って、うん、まあ、ワンエンド通過からちょっと外せって、うん、で思いとどまって一球まだ焦らないで、うん、すごいピンチの時があったから、はい、ちょスライダーをボールにもう1球だけくれって言って、うん、で要求をしたんだ。あれね、そのまま多分インサイド外させなかったら、はい、まだ多分ねバットにはこう当たってたかどうかわからないにしても、うん、あそこら辺で慎重さが出てきてるんだよね。ちょっと外せ、もう1球だけこっちにくれって、うん、これで空振り取ったんだ、はい、でピンチを防いだシーンがなんか思い出されるんだけど、うん、あれを見た時に、ああいうのやって成長したなと思って、はい、一気に行くときと、いや、これは大事なところだ、また慎重さも出てきてて、うん、ああ、いいキャッチャーになったなと思った瞬間があったんだけども、はい、まあ、痛いな、これはな。そのバッティングという意味でも、やっぱり欠かせない選手というか、もちろん DeNA、非常にいや、そりゃそうだよね、山本雄大が、まあ、打席に立つところって、大体宮崎の後ぐらいだよね。はい、ただそこに溜まってくるもん。そうですね。いやだから勝負強さがないとね、うん、まあ、そこら辺は打てないと思うんだけども、やっぱ得点圏打率も5位か6位か、はい、セ・リーグからね、そうでした。だからそこら辺に位置してるし、うん、勝負強さも持ってるしね、うん、まあただこれは怪我をした以上もう、うん、なんていうのかな、こうしょうがないんだよね、もうね、うん、惜しがってても。そうですね、もうそうなんですよ、ね、うちの女房が大好きなんだよ、山本雄大。そうなんですね。応援してるんだよ、はい、もう腹立てて怒ってた、誰が当てたの言うて、まあそうかそうかいや本当にそしたらもうこうなったら誰も打たさねえとか言ってもうそのまま首位打者取らせるって言ってサンタナとかも打たさないって言ってたよ。そうなんですね。
なんですね。そうそう、まあ、だからやっぱファンはそういう気持ちなんですよね。まあ、そのぐらいなんか応援してて、首位打者のチャンスもあったのにってブリブリ怒るから、うん、それ他打たんかったら、まあ、落ちてきたらってそう取れます、ね、取れる可能性あるぞって。そうですよね、本当にいいとも言うから確かに。そしたらオースティンはどうするって言ったら、うん、ボスには打ってもらわないと困る上に行かないから言ってどうしたらいいのとか言って言ってた。あ、そうかそうか、そうそうそう、なるほどな。まあ、もちろんね、本当に個人のタイトルが今年取れるっていう位置にもいましたし、あとはやっぱり今その、ね、CS 圏内そして優勝っていうところでもチームのためにっていう欠かせない選手だったので、だからね、からうん、もう本当に牧がね、うん、雄大のためにって、うん、ね、うん、雄大のおかげから雄大のためにっていうタオルが多分できると思うんだけど、はい、やっぱりね、もうこれ怪我したもん、もうしょうがない、はい、これはね、うん、だからその怪我をしたことでチームが一つになる、はい、これが一番大事だよね、うん、雄大が一番悔しいと思うし、はい、ね、その悔しさを晴らすためには、うん、まあ、A クラスに入ったりだとか、はい、ね、A クラスの順位も、ね、2位まで行くのか優勝行くのかみたいな、うん、まあ、そういうところまでこう頑張らないとな、みんながな、みんながそうですね、ここを気持ち一つにしてって、そういう時ってあの誰かのためにってなるといつも以上の力が人って出たりもすると思 う、ね、あんまり言ってこうやってコーンって騒がせたらあれってなっちゃいますなるけども、うん、まあ、だけど雄大のために翌日はね、うん、牧が難しいフォークボールかな、あれ、はい、森下から打ってたけどホームランをね、うん、ああいう力にもなるしね、はい、うん、だからなんとかな、雄大のために頑張らんかなとか思って、うん、まあ、応援はしてるけど、ね、そうですよね。だから同じキャッチャーで出られなくなったって言って、やっぱり去年の阪神の梅野選手がやっぱりちょっと重なってしまって、まあそうだな、うん、あのシーズン本当にもっ と途中でしたよね、梅野選手もシーズン途中でやっぱり骨折して今シーズン無理ってなった時に、まあ、もちろん坂本選手が出てきて、そこから坂本選手がしっかりと守りきって選手一丸となって優勝っていう風に、で最後あの場に梅野選手がいてっていうのがあったので、なんかそれをすごくオーバーラップしてしまったという、まあ、阪神の場合は、うん、坂本しかいなかったかもわかんないけども、はい、DeNA の方は伊藤と、うん、そうですね、戸柱、はい、戸柱なんかカッコつけてたからな、この前高橋宏とからお前ヒーローになっていやみんなだから何でお前カッコつけてんだって嬉しかったでしょ。いやもう神宮で会った時に言っといたよ、お前カッコつけすぎやろお前、なんて言ってました、いやいや、たまにはいいじゃないですか。そうですね、たまにはいい、まあ、たまにだったらいいわ。そうです、そうです。お前、しょっちゅうやってたら殴ったるからな、言うて言うといたけど。たまにです、たまに来たらおかしいですけど、いいですよ、やっぱ活躍したところで。いや、戸柱もね、明るくね、待機してくれてるし。強かった、ね、本当に。まあ、伊藤もあの自分でな、プレッシャーをかけながら、うん、雄大のためにって、だからやっぱもう雄大認めてるんだよ、うん、みんなが、はい、キャッチャーの仲間が、うん、そしたら働きやすいよ、うん、これは逆に、いやこれチャンスだと、はい、雄大がいないが俺がレギュラー取ってやるみたいな、うんうん、そう野心がない、うん、野心が現れるとちょっといやらしい方向に行くかなと思うけども、はい、よし雄大が帰ってくるまで俺がしっかり守っといてやるから雄大早く来いよみたいな、うん、もうそういう雰囲気があるチームっていうのは、うん、やっぱ強くなるチームだな。そうですよ、ね、だから戸柱もかっこつけてるけど、ね、これからレギュラーあの取ろうとは思ってないと思う。雄大のためによし伊藤さんが疲れたら俺が出てやるみたいな、はい、だもう大丈夫ですよ伊藤さん、もう思いっきりやってきてる、うん、ね、疲れたら僕行きますよ、スーパーマンが、スーパーマンが、そうですよね、戸柱大好きなんだよもう本当、あいつは本当可愛いんだよ、あいつは愛嬌ある感じしますいや、愛嬌あるんだよ、ね、そうですよね、まあ、代わりにあの東保守が上がってきたんですけれども、はい、一応第3のキャッチャーという、そうだな、はい、まあ、何か本当にあった時にね、うん、まあ、外野も守ってたしな、はい、だから例えば伊藤が2代で送った戸柱行け、うん、あら戸柱なんか怪我したぞみたいな、うんうん、何かでなんか足つったみたいな、はいはい、怪我させたいか、そうですね、足がつった戸柱おらなくな両足つったみたいな、うんうんうん、おいどうするみたいな、はい、あいつ屈伸運動できないですみたいな、そうそうそうキャッチャーとしてそうですね、おさ東行かすかみたいな感じだと思う、うん、それ第3のキャッチャー的なっていうことですよね。戸柱怪我したら罰金取るから俺があの
チが取るとかじゃないですね。俺が取りに。それは両足つってらんないですよね。お前何足つってんだ。こんな大事な時にって、そうだ。一緒の場合かみたいなね。そうなりますよね。まあね、でもここは本当にあの山本雄大選手のためにもうチーム一丸となってですね。まあとにかくあのしんみりするんじゃなくてな。はい、もうとにかく明るく前向いて、うん、もう頑張らないかんし。まあ、一つの今目標っていうものがありますからね。本当にあの怪我した翌日は、まあ、伊藤が打ったり、うん、森圭斗が打ったりとかね、はい、4安打、うん、珍しいね、3安打か、すごいですね、うん、なんか軽打してたよ、あいつが。びっくりして、ちょっと待って、いやもう、ま、んいつもまんぶり振るのに4安打って素晴らしい。いや本当になんか気持ちがバントまでしてた。そうですね、本当かも、頭こうやって振りたくなったよ、賞金賞金かみたいな大丈夫かみたいな、なんかあのいつも以上のまた違う力がここの選手に出てきてるのかもしれないですね。だからもう明るくね、ここはねもうやってくれやってくれみたいな。そうですね、あのね DeNA クライマックスシリーズ進出、そしていければもちろん優勝っていうのがまだ残ってるので、そうだ、可能性はあるからね、はい、頑張れ頑張れ。そうです ね、はい。